皆さんこんにちは。今回の動画は最近紹介し忘れてたあのコスの購入品動画とベトナムで買ってきた購入品の紹介になります。なんでファッションも若干ちょっとあるんですけど、韓国購入品以外でのもの忘れてたやつになります。じゃあコスメから紹介していきたいんですけど、じゃあこちらケラスターゼのユイルクロノロジストっていう洗い流さないヘアトリートメントっていうやつですね。でこれとこのナイトキャップっていうやつ、シルク、これを寝る前にこれ塗ってこれを重ねてやると摩擦が起きないから枕との髪がサラサラになんか、ね、起きたらなってるっていうのを見てツイッターで買ってみたんですけど、まあ割とねツヤツヤになりました。でもこちらのオイルに関しては結構高いんですよね。5000円ぐらいするんですけど、このオイルじゃなくてもいいんじゃないかなっていうのはありました。多分ちょっとロレアルパリのヘアオイルでもいいと思った。瓶で高級感ある感じで結構お気に入りです。で次、ポール&ジョーのリップ、これはね何番だったんだろうか、207番っていうカラー、すごい綺麗なピンク色なんですけど、今私が塗ってるカラーですね。207番をロビンからね誕生日プレゼントでもらって、こういう感じでねこのケースに入ったやつ、ポール&ジョー買ったことなくて、リップもそうなんですけど全く試したことなかったのですごい新しくて、でもこれは結構持ち歩き用に使ってます。最近1は自分で買ったんですけど、ポール&ジョーの結構有名なモイスチャライジングファンデーションプライマー、化粧下地ですね。で美容液と一体化になっているので潤いも与えつつ下地になるっていうやつです。で結構有名なやつの一つなんですけど、今のところ冬とか乾燥が気になる時期にもいいんじゃないかなっていうぐらいもツヤツヤになりますね。見たら分かると思うんですけど、で次こちら、これはね Me & Her っていうやつのミルキーグロスゲルっていうやつで、ただちょっと濡れ感が出てどんな感じに濡れ髪になるやつのワックスですね。ヘアジェルですね。気に入ってるんですけど、テクスチャーも気に入ってるんですけど、ただワックス塗ると髪がちょっとギシギシになって、これをつけるとなお風呂に入りたくなる。一応最近は出かけてすぐ帰ってきて風呂に入れる日が使ってないです。ディオールがいっぱいあるんですけど、ディオールバックステージっていう私がすごい好きって言ってるやつなんですけど、ファッションショーとかの裏側でバックステージで使われてる化粧品のシリーズになります。ディオールが出したやつですね。デジのフェイス&ボディファンデーションの 1C ですね。フェイスグローパレットっていう、一応ブロンザーのカラーとチークっぽいラメが入ったカラーとここら辺の2つハイライトですね。で、この2つめちゃくちゃもう毎日使ってるやつなんですけど、ラメが他のハイライトと違ってすごいきめ細やかで上品なハイライトになってます。なのでとてもおすすめです。これはディオールの最近4年ぶりに出たチークになります。でこれはねスキンルージュブラッシュの601号のホログラムっていうカラーで、結構ラメがねキラキラしたラメが入ってて、こうアイシャドウとしてもチークとしてもリップとしても使えるカラーです。めちゃくちゃ、ちょっと塗ってみますね。ホログラムっぽくなります。ピンク色のチークです。あとこれか、これは9月7日かなに販売されたルージュディオールウルトラルージュっていうやつなんですけど、赤のリップがめちゃくちゃいっぱい出たんですよ。赤にもいろいろ種類があって、濃い赤とか明るい赤とか何種類も出たうちの999番のセットです。これはディオールのパーティーにご招待いただいた時にノベルティとしていただいたやつなんですけど、ね、わかります、真っ赤、すごい特別なパーティーの日とかに使いたいと思います、このコンボで。ディオール最後なんですけど、これはカラーアイライナーですね。ディオールの夏に出たやつなんですけど、もう見たらこれめちゃくちゃカラフル、ウォーターフルプルーフなので水にも強くて、で、発色がめちゃくちゃいいのですっごいお気に入りなんですけど、ダイビングしに行ったんですよね、寒い島で。したらダイビングにさすがに耐えられなくてちょっと落ちました。なのである、程度泳ぐぐらいの水だったら多分耐えられるけど、ガッチリガッツリ泳ぐダイビングとかはちょっと多分落ちますね。ウォータープルーフだけど、アッシュの方に行って買ったんですけど、こちらまだ使ってないんですけど、ロックスターっていうソープですね。これはーん、いい匂い、バニラの果実エキスが入ってるので結構甘めの石鹸になるんですけど、体洗おうかなと思って買ってみました。でもまだちょっと開けてないので、できれば引っ越ししてから使おうかなっていう感じです。優しく愛してっていうマッサージバーなんですけど、すっごい甘い匂いで、だいたいこれ塗ってるとめちゃくちゃいい香りがいい匂いだねって言われるんだけど、すんごい甘いね。
なんか本当お菓子みたいな匂いがするので、一応寝る前に塗って気分よく寝るために使ってます。寒いとの買ったやつなかなかなくて、寒いとほとんどお土産買ってないんだけど、工場で謎に薬を買ったのね。これシャングピュアバームって書いてあるんだけど、ホワイトとイエローがあって、なんかこう虫刺されとか筋肉痛とかに効くらしい。見たら分かる通り すごい効きそう。オロナイン軟膏的な昔ながらありますよ感がすごくて、ちょっと買ってみたんだけど、これもね同じく、これはね日焼けオイルが欲しくて、なんかねハーバルイエローオイルっていうやつなんだけど、なんかね強そうでしょ、強そうなのと、あと日焼けをしまくっちゃったからオイル塗ったら治るんじゃないかと思って買ってみたの。一応虫刺されとか筋肉痛とかその他もろもろに効くって書いてあるんだけど、ねどう考えても日焼けじゃないぐらいスースーするわけだから、間違えて顔に塗っちゃった時すごい顔がもう消え去るかと思ったぐらいスースーしましたね。なんでまあ使い方ちょっと間違えたんですけど、一応虫刺されとかに効くオイルらしいです。よくわかんないんですけど、であと韓国でハーシーズ、まあ日本だとハーシーって言うんだけど、もう私はハーシーズって言ってきたからハーシーズにするね。ハーシーズのクッキーね、これクッキーのクリームのチョコレート、これをね韓国で買うの忘れたわけです。で、ベトナムで見たから、でしかも1個120円とかだったらね、買うしかないと思って、とりあえず大量に買ってみた。でこれね、でも私やっぱりちょっとスペシャリストとしてはちょっと違うの、なんかクッキーのサクサク感が若干違くて、やっぱベトナムのハーシーズなのね。でもやっぱりまあいける美味しさなので、まあすごい違うってわけじゃないので良いです。僕は寒いとで買ったわけじゃないんですけど、最近買ったもの、DHC のフォースコリーソフトカプセルってやつですね。なんかダイエット一緒に食べてくサプリメントなんだけど、何がいいのか分からなくなっちゃった。よく飲んでたサプリがママが買ったやつだったんだけど、あれがなくなっちゃったから、とりあえず買ってみようと思って適当に買ってみた。で脂肪を燃やすくするっていう感じかな。この中にね、でインスタントヌードルにハマって、ハマったっていうか、ベトナムとかそういう東南アジア系行くとちょっと買いたくなっちゃって、いっぱい買ったの。でも読み方が分かんないからささって説明していくからみんな教えてくれ。ちっちゃいのこれ。なんか分かんないけど辛そうなものを買ってる。トムロンフレーバーインスタントヌードルって書いてあります。これはねもうボロボロなんだけど、これはパッケージからして辛そう。ポークトムヤムフレーバー。ああじゃあトムヤムっぽい感じなのかな。よく分かんないけど、これもなんかちょっと辛そうだから買ってみたんだけど、これはねなんか貝の蒸したやつ。どういう感じのヌードルなのかな、よくわかんないんで、知ってる人はぜひどれが美味しいか教えてほしいんですけど、これは真ん中に穴が開いている 鍋っぽいやつにヌードルがぶち込まれてるやつなんだけど、これもねトムヤムフレーバーって書いてるから、トムヤムっぽい感じなのかな。イカとかも入ってるっぽいね。で、あとこれ大きなやつなんだけど、これもシュリンプトムヤムソースフレーバーだから、ちょっとエビですね。エビと唐辛子っぽいのが書いてあるね。これはこれもシュリンプクリーミートムヤムって書いてある。これもシュリンプですね、で、なぜか韓国で買えなかったブルダックポックミョンを結構いっぱいあったの、ベトナムに。だからめちゃくちゃ買ってみたんだけど、これチーズバージョンね。これは辛さ2倍のやつ。ちなみにちょっと向こうの現地でインスタントバージョンのやつ食べてみたんだけど、めちゃくちゃに辛かった。これもうなんか火吹いてた全体的に。で、これはねよくわからないんだけど、多分フレーバーが違うのかな。唐辛子っぽいのと何か書いてあるんだけど、まあ読めない韓国語だから。で、あと面白いのがこれアイスタイプなんだろうね、冷麺タイプなのかな。ちょっと面白そうで買ってみた。だから4種類ブルダックポックも買ってみたんです。かわいいでしょ。はい、で一応ファッションの方に移っていきたいと思うんですけど、最近買ったねかわいいバッグ、こちらめちゃくちゃかわいいでしょ。宝箱みたいになってるんだけど、もうまあ取り間重くて、で本当にねちょっとしか入らないのよ。リップ充電器なんか財布ぐらいしか入らないんだけど、こういう感じ でこれがイタリアのなんかブランドだったかな、どっか忘れちゃったんだけど、一応下に貼っておくんだけど、で1万円ぐらいのが 60% オフになってて4000円で買えたの。ギャワー。で、あと服2つ2着なんだけど、母方の実家の方が愛媛なんですけど、そこの方にちょっと
った時に大体いつも買う、あの店長さんと仲良くてセレクトショップがあるんですよ。それがアタックストアってとこなんですけど、商店街にあるんだよね。こちらのオーバーオールめちゃくちゃ重くて暑苦しいんだけど、あの秋用に買ってみたんですよね。でこれもう載せたりあるんだけど、着たあの着用の写真をインスタに載せたんだけど、なんか誰かにね、ダッシュ村の作業服みたいなこと言われて、ちょっと否めない感がすごくて、ちゃんと着こなしたいと思いました。これもまたあの着るや動画別で撮りたいと思ってるんですけど、もう一個これ、これはねフィラー、これママにはねスキーウェアとか言われたんだけど、めちゃくちゃ結構厚めのあのカーゴパンツっぽい感じになるんだけど、下が赤になって結構かわいめのストリートになれるかなと思って買ってみました。めっちゃ暑い。これで一回クラブ行ったんだけど、すごい汗かいて、踊るとか運動するとき用に着るもんじゃないかなって思いました。はい、こんな感じかな。一応まだ下にね、冷蔵庫に入ってるラッシュとかもある、買ってみたんだけど、ちょっと上に持ってくのめんどくさかったから省略しました。また作ってほしい動画とかあれば下の方にコメントしていただければ、めちゃくちゃ嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。